夜寝んのめっちゃ早いから、最近めっちゃ朝方、健康すぎて、また朝のスキンケアから。ここなんせさ、日光が直当たりしそうやから、一応顔日焼け止めとかも塗っといて。スピも可愛いでしょとか。あんまりね、お肌はゴシゴシしないの。ゴシゴシしなくてもね、電気ブラシでね、芯を引き上げるから、別にゴシゴシしてリンパを流さなくてもいいの。ゴシゴシしたらね、肌がたるむだけだからね。ユナチのおでこのまんまライン好き、ほんと？てかさ、コアラのマーチのユナって見つけてくれるのめっちゃ嬉しいんだけど。朝食まだです。先にちょっとお腹の調子を整えようということで、ヤクルト乳酸菌を。けどヤクルトよりもすごい乳酸菌を注文したので、今度届くんです。ヤクルトよりもすごいとか言ったらあかんわ。ヤクルトってこの量がいいんよな。なっちゅんちゅん、ラブレットありがとうございます。明日からもっと本格乳酸菌を飲みます。おはよう。それにしてもこの服めっちゃ可愛い。梅田のエストにあるトゥエンティーズっていうお洋服、これから愛用シール。はよ、はよ、サンタクロース。ハロー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 。そう、求めやすいお値段ですよ。エストってちょっとさ、まあ結構お高めが多いというか、あんまプチプラないけど、ここはね
割と求めやすい価格です。上下のねグリーンのお洋服が、グリーンの XS サイズがあったら教えてください。それかゲットしといてくださいなかなかないんですよね、ストに。なんか生産が少ないらしくて、前も言ったんですけど、ちゃうわ、 XS ちゃうわ、 S サイズか、 XS しかなくて、なんか上着ってさ、ちょっと大きい方が好きなんですよね。で、下のサイズは小さくでいいんです、 XS で。ちょっとあったら教えてください。グリーンのもうほんまにかっこいい、もう絶対ゲットしたいねんな、その服。けどネットでももう完売してて、皆さんの力をお借りします。おはよう。グリーンのスーツみたいな服、銀ガムチェックやったっけな。おはようございます。東京にもあったよ、何々ラフォーレっていうとこだった気がする。おはよう。うわ嬉しい、東京まで見に行かれへんから。おはよう。 M じゃないよ、ゆっくん。下はだいたいいつも XS とか、ラフォーレ原宿かな。20sで。たくやハートありがとうございます。はじめまして。皆さん、ゆっくんがのお洋服プロデュースしたらゲットしてくれますか。男性の方でも T シャツぐらいやったら着れるか。キヤミくん、かわいい、ありがとうございます。いやな、メンズはなほんまにないな、ほんまにセンスないと思うね。ありがとうございます。なんせマジでさ、いや兄弟もさ男の子おらへんしさ、お父さんもおらへんかな。おはようございます。ほんまに分からへんねん、センスがめちゃくちゃ可愛いです、ありがとうございます。朝からドスッピンで、朝やったら許されるかなと思って、朝からドスッピンでお送りしますっていうところで、夜でもよくドスッピンなんですけど、やから、あ、おじいちゃんだけいたから、おじいちゃんぐらいのセンスは分かるあれ好きやったな、なんか薄緑のベストみたいなやつ、可愛くない？ベスト可愛いと。ございます。スーツいいね、スーツ好き。なんせさ、ゆな丸顔やから、この三角形、こういう三角形が似合うよな。
はよう。おはようございます。初めてでよろしくお願いします。チャンピオンかわいい、ありがとう。ゆなって言います。よろしくお願いします。おはよう。よかったらツイッターとインスタやってるのでフォローミーです。こっち画面から多分タップしたらフォローできると思うのでよろしくお願いします。21歳に見えない。本当え、同じ名前、運命だね。ユナって結構最近流行ってますよね多分知らないけど、ユナよりも若い世代に多い気がする。日焼け止めになってる。お仕事頑張ってね。おはつさん多いですね。名前ですでに可愛い、嬉しい。名前褒められるのめっちゃ好き。おはよう。ちゃんでっかくおいしさもありがとうございます。私の配信はいつ何時にやるかわからない、あの B リアルみたいな感じです。ありがとうございます。仕事頑張ってくれ、頑張ってね。けそっちの方が見れた時嬉しいでしょおはよう。まあ、インスタフォローありがとう。そう、ゲリラ配信。嬉しい、アップされてる写真の出迎え方です。嬉しいです。そうそう、この間買ったお洋服かわいいでしょ。またなんかあのカフェで撮って載せるね、ツイッターにも。おはよう。嬉しい、あやかかわいいなと思ってくれたの。ありがとう。
お洋服にはこだわりが強いので私。あの、おはよう、おはよう。ゆっちゃん、新規さん大好き。いやいや、子さんさん、いつも来てくださる方も大好きですよ。ゆなちゃんのファンは男性の方と女性の方半々なんですよ。ちょうど半分ぐらいです。おはよう。写メ会だったら女性6、男性4ぐらいじゃないですかね。めっちゃバランスいいです。女司会はふんまり55ぐらい、握手会は逆に若干男性の方が多いかな、6女性5かな。僕も初期化したの嘘でしょ。え、19日までなの？そう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 、嬉しい。両方嬉しい。ありがとうございます。つちむくん、かわいい、ありがとう。気持ち新たに言ってください。します、嬉しい、ありがとう。また早くね、みんなに会えるイベントがあったらいいんですけど。わ、さきちゃん、花束ありがとう。早く直すため27年前生まれました。いいこと言ってんのに過去借りて何。おはよう。最近はね、よく瞑想するんです。瞑想して、瞑想をしてね、何が自分が一番したいこととかいろいろ考えるんです。瞑想って本当によくて、瞑想したら気持ち、心の整理というか、無心に、何も考えず無で歩いたり、無で温泉使ったりする。おはようございます。そう、本当に自分に向き合う時間大事。ありがとうございます。割とね、忙しいのが好きな人だからさ、こう何か、例えばお風呂でも、お風呂浸かりながら携帯とかいじっちゃったりしてたんですけど、たまにはそういうなんか無の時間というか、寝る以外にもそういうのも必要なのかなと思って。おはよう。
イパ社会だから。さきちゃん、ハートありがとうございます。朝配信なんかいいね、目覚めるし。おはようございます。じゃあそろそろランキングもね。13位ナビちゃん、12位リョーグ45さん、11位コロコロワン、上位サキちゃん、9位タクヤン、8位ハマノ、7位土蛇くん、6位チャンピオン、5位エドガーくん、4位チャンデックくん、3位キヨミくん、2位ぬくいさん、そして春地はなっちゅちゅんでした。ありがとうございました。ではなっちゅちゅんに前ぜりふまで3、2、1。なっちゅんちゅん、おはよう。今日も一日頑張ろうね。ありがとうございました。みんなも今日一日頑張りましょう。ありがとう、バイバーイ。